角田大川騎手が死去、21歳8月1日夜に函館競馬場の馬場内に車で侵入、芝コースを損傷。JRA は10日、角田大川騎手、栗東、石橋、が亡くなったと発表した。21歳だった。同騎手の父は角田浩一調教師、53、イコール栗東イコールで、兄は角田大和騎手、22、イコール栗東、角田。栗東、石橋守厩舎所属として、2022年3月にデビュー。同期には今村聖奈、西塚浩二らがいる。デビュー戦となった同5日の阪神 1R で名将草月に騎乗し、JRA 初騎乗で初勝利を果たした。その年36勝を挙げ、新人騎手特別賞、中央競馬関西放送記者クラブ賞、関西所属騎手新人特別賞を受賞した。23年にはシーズンリッチで毎日杯を勝ち、JRA 重賞初制覇。今年はここまで18勝を挙げており、今後が期待されていた。JRA 通算成績は1593戦90勝。1日夜に函館競馬場の馬場内に車で侵入、芝コースを損傷させたため、3日から裁定委員会の議定があるまで騎乗停止とする処分を受けていた。竹豊日本騎手クラブ会長の話、突然の出来事に心の整理はついておらず、悲しい気持ちでいっぱいですが、みんなで前を向いて歩んでいきたいと思います。吉田正義 JRA 理事長の話、角田大川騎手はデビュー当初から活躍を続けていた、将来を嘱望される騎手の一人でした。今後も活躍を期待されたところであり、残念でなりません。ご家族様に謹んでお悔やみを申し上げますとともに、心よりご冥福をお祈りいたします。